会シリーズですよ。あ、ですよ。韓国教会なんですね。大会の。失礼しました。皆さん、おはようございます。先ほど、ご案内ありました、静島市教育委員会の坂本といいます。今日は一日よろしくお願いします。こちらの方に資料がありますけれども、これに、沿ってちょっとお話をしていきたいなと思っております。まず、60何か条項分であとはですね、日本各地にあるんですけれども、そのうち、10か所程度一緒に指定をされた、それと同時に指定をされたのが、その早戸塚で、で平成10年から11年にかけまして、復元をされました。昔の様子をご存じの方がいらっしゃると思うんですが、塔がもう崩れてですね、で四天王も土に埋まっているような状況で、で四天王もですね、ちゃんと4箇所決まった場所があります。で東側が地獄天とかですね、それから南側が増長天、西が項目天、経験式だということですので、非常に珍しいということで、国の史跡になっているというふうに思います。ただこの後いろいろ神事があると思います。早戸前ですとか、あると思いますけれども、先ほども立山さんからお話がありましたが、699年、713年、720年に早戸のですね、抵抗があります。支配に対する抵抗ですね。で一番何が原因でその抵抗をしたかというと、朝廷の方がですね、戸籍を取るのと、それから軍の役人を決めるというので、非常に反感を買ったようです。戸籍を調べるというのは、まずもう税金を取るというのが、間違いなく税金を取るためには戸籍を調べないといけないわけですから、最初の礼を慰めて大に始まったのが早戸前ということになりまして、特に鹿児島神宮の早戸前というのは、ちゃんと古い形を残して、いるということで、非常に貴重なものです。で今年早戸前の共演ということで、この間合いを待っていただきました。でまた京都府の京都鍋市というところには大隅という地区がありまして、そこの月読み神社というところでも早戸前というのが残されておりますし、鹿児島市の早戸の瀬原というところでも早戸前が残されています。でその
しなさい。このバスという字に文字にしないといけない。もともと漢字一つの字になったのを文字にしないといけないから、わざわざ上にバという字をつけて、でその名残で、まあ、ここのその層というんですが、今層文というと、あの層子とか、昔の層子とか、読まないんですよね、ちょっとそうっていう字はそうというふうにですね、普通は読まない。だからわざとこう、怖い人たちだという意識を見つけるためにですね、